フリーアナウンサーの田中みな実、33歳が4月21日に放送された特番組グータヌーボーに関西テレビに出演。女優の長谷川京子、41歳からキャラがありすぎると指摘された。田中が自分という人間から芸能人という要素を抜くとキュートな33歳、ハートが残ると話すと、俳優満島真之介は芸能人の田中みな実と元のキュートな33歳の田中みな実、どっちの方が素敵な男性と出会えるんですかね。素敵な心の広い男性にと語る。田中が心の広い男性じゃないとダメかな、そんなに扱いづらいかなと尋ねると、長谷川が扱いづらいじゃないの、田中みな実っていうキャラがありすぎてみんなそこに行っちゃう。でもそこに寄っちゃう人って大体大事にしてくれないと指摘。女優の西野七瀬もそうだと思いますと長谷川の意見に同意した。